アイテオピスは古代ギリシャの女ジ,ジシでトロイア戦争を描いた女子誌館の一つ。話の年代順に言うとイーリアスの直後の話になる。作者はミレトスのアルクティノスと言われる。全部で五巻からなりダクチュロスヘクサメトロスで書かれている。しかし、わずかに断片が残っているだけである。アイテオピスは紀元前7世紀頃に作られたと言われるが、確かではない。 古代の文献は紀元前8世紀としていたが、主要登場人物の一人であるペンテシレアが芸術の中で表現された最古のものは紀元前600年頃で、それ以降に書かれた可能性もある。アイティオピスのオリジナルのテキストはわずか5行が残っているだけである。内容については、プロクロスのクレストモシーの書いた女子詩の間の3分のあらすじに頼るしかない状況である。 イーリアスのラストのヘクトーレの葬儀の直後から話は始まる。アマゾーンの女戦士ペンテシレアがトロイアの援軍として到着する。戦闘で束の間の勝利を得た後、ペンテシレアはギリシア軍のアキレウスに殺される。アキレウスがペンテレーシアに恋していたと言ったのを同じギリシア軍兵士のテルシーテースがあざけ笑う。アキレウスはテルシーテースを殺し、それで罪を清める。 ヘイパイストスの作った鎧をつけたメムノーンがエティオピア軍を率いてトロイアの火星にやってくる。戦いの中でメムノーンがギリシア軍戦士アンティロコスを殺す。アンティロコスはアキレウスの王のお気に入りだったためアキレウスはメムノーンを殺害。ゼウスはエイオースの頼みでメムノーンを不死にする。しかしアキレウスの怒りは収まらずトロイアの縄文まで。 トロイア軍を深追いする。そして、スカイアイモンでアポローンの助けを得たパリスの放った矢によってアキレウスは死んでしまう。アキレウスの死体はダイアイアースとオデュッセウスが回収する。ギリシア軍はアンティコロスの葬式を行う。アキレスの母親で海の二運兵のテティスが姉妹たち立ち、ムーサイとやってきてアキレスの死を嘆き悲しむ。アキレウスをた,たえて、 葬式の競技が模様される。勝者には、商品として、アキレウスの武具が与えられるという。それをめぐって、ダイアイアースとオデュッセウスの間で角質が広がる。話はそこまでで、ショーイーリアスに続く。ペンテシレアを殺すアキレウスを描いた、アッティカの赤い色廃古代ニリシアの陶器画家の間で、アイテオピスの中で描かれた話は、人気があった。特に、ペンテシレアの詩、 ダイアイアースがアキレウスの死体を探す場面である。十分な証拠がないにもかかわらず、現代の研究者はよくアイテオピスをホメーロスのイーリアスのことで引き合いに出す。特に新分析の研究者たちはアイテオピスのアキレウス、アンティコロス、メムノンとイーリアスのアキレウス、パトロクロスヘクトールの類似性からそのことを重要なパラダイムとして使っている。 このような類似性が存在することの主張は、メムの応音理論として知られている。断片の英語訳、ありがとうございます。